国鉄160系蒸気機関車。160型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道院に在籍した蒸気機関車である。1872年、明治5年、日本で最初の鉄道開業に際して、イギリスから輸入された蒸気機関車5形式10両中の1形式で、当初は4両が輸入された。1871年、明治4年、 シャープスチュアート社製製造番号2102から2105である。本形式は同時に輸入された機関車の中で最優秀の評価を受け、1874年、明治7年にも細部の異なる同形機2両製造番号2420、2421が増備され、計6両が輸入されている。なお、本校においてはこれ以降、 便宜的に1871年製の4両を前期形、1874年のゾービー車2両を後期系と呼称することとする。動輪直径は 1295mm、車軸配置2から4から0で2気筒端式の高和式タンク機関車である。便装置はスチーブンソン式、安全便はサルター式となっているが、蒸気ドームは設けられていなかった。運転室は、 四方を囲った本格的なキャブで、屋根は前後に 900mm 張り出し、ひさしのようになっている。全部のものは、運転室直前に設置された安全弁のドームを覆うほどであった。このひさしは、後に、全部のものは切り詰められ、後部のものは全く除去されている。後期型は、若干の設計変更がされており、基本寸法や性能は前期形と同一であるものの、 ボイラー中心は112インチ低くされている。ボイラー上には蒸気ドームが設けられ、安全弁の形状も少し変わっている。従来運転室内に収まっていたタンクは、後ろに少し張り出した形状となった。原型の所言を示す。前期形と後期型で異なるものは、スラッシュの前後に書き分けた。1872年。 日本に来着した全機計4両は製造番号の順に2から5と不満された。鉄道開業後は景品館の主力として使用され、使用成績も良好であった。1872年10月14日、新歴に明治天皇の臨席を仰いで挙行された鉄道開業記念式典では2、あとの162が日本初のお召し列車牽引。 あとの160が先行機関車の栄誉によくしている。1874年には後期計2両が来着し、22、23と不番されて、前期形と共通で使用が開始された。1876年、明治9年には、東部、京浜間の機関車を奇数に、西部、阪神間の機関車を偶数とする改版が実施され、前期形の後、4、 3は、13、15、17、19に、後期計の22は、21に改版されている、23は、変更なし。この番号は、1909年、明治42年の鉄道院、形式称号規定による改版まで普遍であった。1883年、明治16年、前期形の4両は、日本鉄道に貸し渡された。 早期に貸し渡された2両、15、17は、全交合、あとの1290系と共に、建設工事に従事した。19和会はし前に破裂事故を起こしている1885年5月に19が返却され、新橋工場でキセルを全交換した後、中仙道幹線の建設工事に従事するために、直江津へ送られた。 残りの3両も日本鉄道プロパーの機関車の増備により、1885年3月までに返却されている。1887年、明治20年以降は、東海道線の延伸に伴って、より大型の後継形式に道を譲っていったが、本形式は引き続き新橋湖に配置され、横須賀線や京浜間の臨時列車に使用されていたという。 1894年、明治27年に、前期計、後期計とも B 型に類別され、1898年、明治31年に、前期形は A6 系、後期型は A7 系に類別された。1908年、明治41年には、期間 762mm から、改め機行時中で、期間車の製造が遅れていた大梅鉄道に、 高一、後1292と共に貸し出されている。1909年、鉄道国有法の施行を受けて制定された、形式称号規定による改版では、両形は再び同形式に統合され、形式は160型と定められた。新番号は、旧番号順に160から165となっている。1911年、 明治44年4月に前期形の4両は150、買ったとともに、島原鉄道に払い下げられ、同社の二から5となった。その後、3は1927年3月3日付で、温泉鉄道二乗とされ、同社の二、雲仙鉄道との兵に伴い、24に、海盤に5は、同年7月23日付で東越鉄道。 あとの九州越え地区鉄道二条とされ、同社の3となったが、それぞれの廃止とともに足跡が途絶えており、おそらく解体されたものと考えられる。島原鉄道に残った2両、2、4は太平洋戦争後まで使用されたが、戦時中に川水槽や炭架は増量のため継ぎ足されており、4は1943年、昭和18年3月に衝突事故により大破し、 復旧の際に原型を大きく損ねた上、3、2台に改版されていた。1948年、昭和23年2月12日付でに、3は28、27に改版され、1955年、昭和30年3月31日付で廃車された。後期系の2両も、1911年3月に、微細鉄道、 現在の名古屋鉄道微細線に払い下げられ、同社の定型、11、12となった。会社の合併により、名域鉄道名古屋鉄道と所有者が変わり、電化後は予備車となった。11は早期に廃車されたが、12は太平洋戦争後まで残り、1957年、昭和32年10月に廃車された。 本形式の番号の変遷を以下に再掲する。1957年に廃車された名古屋鉄道12、旧鉄道院165は、1963年に、犬山市の名鉄ラインパーク、現在の日本モンキーパークに、生態保存された。この保存は、鉄道友の会が、当時の名鉄社長、土川元尾に申し入れて実現したもので、名鉄の車両部長だった。 白井明の尽力も大きかった。白井によると、復元のため、当時鉄道路線を営業していた淡路交通に残っていた差し木連結機を譲り受けたという。1965年、昭和40年、博物館、明治村のオープンとともに、そちらに移転し、移転後数年間は、生体保存であったが、鉄道100年を機に、胴体復元され、 1973年から3両の、これも明治生まれの二軸客車を経営して、村内の移動手段として運行されるようになった。この運行は、鉄道事業法に基づく、鉄道事業ではないが、12号の製造後140年を超える現在まで継続されており、まさに教端に値する総挙と言えよう。なお、製造から100年を超えて、ボイラーが老朽化したため、 1985年に新しいボイラーが製造されて取り替えられた。取り外されたオリジナルのボイラーも明治村内に保存されている。老朽化による点検のため、2010年12月19日を最後に京都市電と共に運休中であったが、2012年11月8日から運行が再開された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。